everyday moments are the important moments that connect us. キウナ名古屋。皆さんこんばんは。2月8日火曜日午後10時になりました。名古屋にあるダンサーズスタジオからキウナ名古屋お送りいたします。王子ね、最近ですねちょっと疲れが溜まってですね、夜ねお風呂に入らず寝ちゃう時あるんですけども、ちゃんとね朝風呂入ってますんで綺麗になってますよ。滑る王子マスクマンでございます。はい、今日ちょっと2時間ぐらい前にメガネが突然壊れて急遽アロンアルファでくっつけましたけど、ああメガネ買いに行かなきゃって思ってるミソニコミスキーと、ちょうどですね、あのミソニコミスキーもメガネ壊れて、私も1年前にですね同じように壊れたんですけども、やはり壊れるところが全部同じで根元から折れるっていうパターンでして、うん、踏んだわけじゃないよね。踏んだわけではなくて、うん、なぜか同じだったなぁと思ったダンサーズでございます。はい、こんな3人がお届けします。本日のテーマはキャンプ。今週のテーマはキャンプです。メールアドレスは kiyu@kiyu.nagoya です。 kiyu@kiyu.nagoya です。この番組はツイキャスライブでも配信しています。ツイキャスのサイトから FM ギノワンで検索してください。またインターネットラジオ配信サイトマイチューナラジオからも放送しています。マイチューナラジオアプリまたはマイチューナラジオサイトから FM ギノワンで検索してください。本日は電話ゲストコーナーがあります。 FM ギノワンで毎週金曜日21時から放送の番組ウィークリーコンビニラジオの MC であります社会保険労務士の安さやかさんになります。22時13分頃からとなります。この番組は高級木材のご用命は名古屋中川名木、名誉総裁賞受賞の首里饅頭那覇首里中村製菓、自動車整備士を目指す方奨学金返金不要名古屋トリプルエイト、陸上海上輸送一貫サポート名古屋東海共和、沖縄の紅芋丸焼き本部町誠餅店、アートワークウェブサイト FMJG、 ウェブサイト制作システム開発は名古屋電脳職人村、キャンパスレコードで絶賛発売中福田康之フリージアの花、個人スポンサーさんです。真っ赤なメルセデスさん、こちらの提供でお送りいたします。はい、メールご紹介したいと思います。はい、お願いします。先週のですね、お風呂でまだ来てますのでお呼びしたいと思います。はい、銭形警部からです。ありがとうございます。ありがとうございます。小さい頃はお風呂はプラスチックの浴槽でゆっくり入っていましたが、鹿児島に転勤した時や沖縄で実家から離れ一人暮らしをやるようになってからは浴槽ではなくシャワーでお風呂を入る習慣がつきましたね。家でお風呂が入れないときはネットカフェである快活クラブでシャワー室があるので、いざというときのお風呂が入れるのは非常に助かりますということでございます。あ、ネットカフェへ行かれるんですね、警部ね。ネットカフェはやっぱネットをやりに行くってことなんですかね。寝に行くわけじゃないよね、お風呂入るとか。実際そういう感じの使われ方じゃないですもんね、今ネットだけじゃないですから。お泊まりになるのかしら。まあ、泊まってる方もいますし。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。では、メール読みますね。はい、先週のお風呂のテーマで、品場もろともさんです。ありがとうございます。ありがとうございます。テーマ、お風呂ということですが、自分は自宅ではめったに浸かることがありません。でも、浸かるのは大好きです。
サウナも大好きなので自宅ではなく公衆浴場に行くんです。ただ汗を流すことと温まることに特化しているので、浸かるときは長時間の半身浴ですね。肩まで浸かるよりもすごく汗をかきますし、その後のサウナでの代謝も相まってかなりすっきりします。お三方さんはいかがですか。あ、王子さんはよく滑るのでお風呂での足元に十分お気をつけくださいね。そうだね。まあね、うん、お風呂の方は一回あれですね、あなたお風呂でねパシャッとされましたね。されましたね。あのずいぶん昔にね、はい、誰か取っちゃうんだよね、はい、うん、すごい劇的な出航ショットをね捉えちゃいましたけどね。、はい、あれあの時って、はい、もしかしたらあれ、はい、あのゴールドヘアの時、はい、そうです、そうです。ああ、ライオンヘアの、ね、ライオンヘアだったですね、はい、まあ、ダメですよ今あのねえ、はい、カメラを持ち込んで結構今厳しいですよ。そうだよ、すぐにあれだよ、ね、通報されるよ、通報されるよ。まああの頃は結構自由でしたね。やりたい放題ですね。そうだね、はい、はい、ありがとうございます。続いてですね、これお風呂で来ています。はい、お願いします。ダンサーさん、みそさん、ブラックアイスバーよりよく滑るエクセレント滑り王子、こんばんは、シュープリームです。ありがとうございます。そんなに滑るかな。、ただいま雪山生活を絶賛満喫中ですが、寮のお風呂はまるで旅館のお風呂のように大きく、ほぼ毎日大きなお風呂を独り占めできて、窓からの雪を眺めながら入るのは最高ですよ。あ、王子、お風呂場で尿意を催したらどうしますか。それはあのあれでしょ、こうね、下水口に向かってしますよね。え、ん。尿意も催したら、あのザーッとかけながら皆様にわからないようにね。でもこれ一人でしょ、一人だったら、いやいや、ダメでしょ。やりたい放題ですよ。いや、ダメでしょ、これしないと漏れちゃうもん。え、えって、おだまり、とりあえず体を拭いてトイレに駆け込むんじゃないです。ああ、まずそれじゃないですね、わからないようにどうにかしようかなって。ちょっと待って待って。いや、なんかそうやって考えたらちょっとお風呂行くのちょっと考えちゃうな。でもね、ちっちゃいお子様はね、大体あのお風呂の中でもやってらっしゃいますからね。ああ、まあそれはしょうがないですね。暖かいからですか。同じ体温、体温と同じだけど、ちょっと あなた大人、一応大人でしょ。まあそうですよ、そうよ、おっさんでしょ、お子様じゃない。あれ、まだあとね、一言ありましたね。はい、連日の雪で1階の部屋は埋もれ、王子の滑り並みに冷え冷えでございます。あら、お部屋が埋もってんの。あら、1階の部屋が埋もっちゃってるんだって。すごい、でもね、ちょっと最近ちょっと雪すごいですからね。あ、埼玉の郷さんが、うん、はい、王子下水道にそのまま入ってしまえって。ああ、それもいい考えですね。葛飾のちいさんがネットカフェで普通に一晩明かしたりしますよって。あ、そうなんだ、そうなんですね。うん、あの、うん、あれですね、よくそのビジネスホテルを取るよりか安いっていうのがあるみたいですね。うん、なるほど、なるほど。じゃあメール言っていいですか。はい、どうぞ。先週のお風呂のテーマで、はい、読谷村の古むいかりさんです。ありがとうございます。ありがとうございます。お風呂は気持ちいいのはわかるけど、入るのは正直めんどくさいって思ってますだそうです。ん、入るまでが面倒なのかな。あ、最近入ったら気持ちいいのはわかるんだけど、うんうん、入るまでがめんどくさいんじゃないか。そう、王子最近そうなんですよね。あら、そうなの、うん、でだからこう寝ちゃって、うん、で朝お風呂入るんですけど、まあよく言うの朝シャンしてますけど、あのね、あの多分夏場でこうね、体がねベタベタしてるんだったらね、うん、あの入りたいなと思うんですけども、うん、もうなんかずっと一日中サラサラって感じがありますんで。あ、冬はあんまり、うん、なんかね、昔そうじゃなかったんですけどね、必ず入ってましたけど、うん、なんかもうコロナ禍になってからなんかちょっと入らないと気が済まなくなりましたね。外に出かけたらなんかとりあえずこう全身泡だらけで洗うわけ。泡だらけってことは、うん、でもなんかとりあえずなんか菌を全部なんか洗い流したいって思っちゃうな。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。もう一ついいでしょうか。はい、どうぞ。あ、はい、まだ先週のテーマでありますか。もうない、こっちはないです。あ、じゃあ読みますね。はい、ちょっとですね、浦添のしんちゃんさんからです。ありがとうございます。ありがとうございます。キャンプといえばやっぱりプロ野球のキャンプですね。私は浦添市の
市民球場でキャンプをしている東京ヤクルトスワローズの送迎オフィシャルタクシーの乗務員です。おー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 、オフィシャルタクシー。一昨年は再開、去年は日本一と山あり谷ありでしたね。昨年のキャンプは無観客でしたが、今年のキャンプは有観客、あ、観客があるので、たくさんのファンで賑やかですよ。今年も連覇を目指して頑張ってほしいですね。私事ですが、本日は誕生日だったんですが、皆様からたくさんのお祝いメッセージが届きました。この場を借りてお礼を申し上げます。皆さんありがとうございました。ということで、ね、浦添のしんちゃんさん、今日誕生日なんです。そうですね。ラジオの方でも。ね、おめでとうございます。おめでとうございます。しんちゃん、おめでとうございます。あれ、王子、もっとないの？なんか。ね、え、いや、なんかいやいや、違う、なんか、もうちょっとなんか言うのかなと思って期待しちゃった。ごめんね。これはもう、ね、きちっと、あ、そうですね。お祝いを申し上げました。なんか、ちょっとなんかあるのかなと思って、ごめんなさい。期待しちゃった、私が。はい、ということで、はいはい、CM の後は、はい、ゲストコーナーです。はい、ヤスさん登場です。ヤスさんです。建設内装材のことなら名古屋の中川名木奈良、桜、花凛など各種無垢フローリング激安販売中。和室設計のサポートもいたします。電話番号名古屋 052-625-1122。 名古屋市厚田区にあるトリプルエイトではフォークリフトの整備塗装ができる社員を募集中。社員料完備、引っ越し費用を最大5万円まで負担いたします。興味のある皆さん、今すぐ 052-653-0071、 052-653-0071 までお電話を。中村製菓は那覇首里に創業して64年、月桃や泡盛など激戦素材で作り上げた首里饅頭とくんぴん、こだわりの琉球菓子をご賞味ください。ユーレール首里駅から徒歩3分、電話 098-884-5901。 中村製菓。私ども東海共和の国内物流部は、名古屋から北は北海道、南は沖縄まで最適な物流サービスを提供しております。これからも皆様の心強い物流パートナーとして、お問い合わせは電話 052-389-7817 東海共和まで。沖縄で創業60年、大人気沖縄の丸焼き、外はもっちもち、一口食べたらじゅわっと、贈り物としても大好評、日本全国お届けします。紅芋大好き。詳しくはまこともち店で検索。 FMKG アートワークウェブサイトオープン。オリジナルモノクロキャラクター&オブジェクトの実験的ミュージアム、ご訪問は fmjg.jp まで。ただいま独自企画品開発中。名古屋にある電脳職人村はインターネット一筋22年、サイト制作、システム開発などニーズに合わせて提供します。最高の品質、最高のノウハウ、最高の感動をお客様に。お問い合わせは電話 052-232-8333、 または電脳職人村で検索。ただ一つ叶うなら、お母さんに会いたい。その思いが僕の心を動かし歌にしました。福田康之、フリージアの花、キャンパスレコードにて絶賛発売中。キユナ名古屋。はい、電話ゲストコーナーです。本日は FM ギノワンで毎週金曜日21時から放送しておりますウィークリーコンビニラジオの MC であります、ヤスサヤカさんです。こんばんは。こんばんは、ヤスサヤカと申します。今日は滑り王子、なんか真面目ですよね。あ、そうでしょ、いつもそうですよ。まあそうなのか。はい、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、お願いします。改めまして、ヤスさん、自己紹介の方お願いしてもよろしかったですか。
はい。ありがとうございます。はい、毎週金曜日、FM ビノワンで、ウィークリーコンビニラジオのパーソナリティを務めております、コンビニ社労士の安さやかと申します。今日よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。はい、お願いします。そうですね。ラジオの方も、私、でも、先月ですね。そうですね。出演の方させていただきまして、ありがとうございます。こちらこそありがとうございました。めちゃくちゃ楽しかったです。ありがとうございます。あれから、はい、安さんの方、ラジオの方も、生放送が増えた感じするんですけども。うん、そうなんですよ。実は、皆さんを、はい、の刺激をいただきまして、はい。まあ、一周これはやっぱやった方がいいんだなと。はい。まあ、これだけたくさんの方が聞いたり見たりしてくださっている、この、キヨナゴヤさんの番組なので、まあ、私もここまで頑張りたいなと思って、ちょっと生放送やるかということで、最近生放送バリバリやってます。ああ、そうです。やっぱり生放送ですと、リアクションが見れて面白いんじゃないですか？そうですね。いや、本当に先週の放送も、ダンサーズさんとみそにさん出てくださって本当にありがとうございます。コメントをくださって本当に嬉しかったです。はい、こちらもそういう、はい、ありがとうございます。なんかこういうインタラクティブな感じがすごくラジオって楽しいなと思って、はい、収録放送だとなかなか一方通行で会話ができなかったので、はい、その楽しさを知ってしまったからにはこれはもう続けるしかないなと。そうですよね。はい、まあ、思いました。この双方向な感覚と、それと、ね、緊張感もあっていいのかなと思うんですけども。ただ、そうなんです。ただこの人、今ちょっとこの後変わる人ですけど、最近この人緊張感あるのかどうかは不明なんですけども、変わります。あれ、私だったの今。はい。あ、ヤスさん、先週は、楽しい放送ありがとうございました。こちらこそありがとうございました。ありがとうございました。こう、リスナーとして、ちょっと参加、ツイキャスで参加したりして、ちょっとすごい嬉しかったのは、気になる疑問とか、そういったことも、こう、番組の中で取り上げていただいて、で、ちょっと答えてくださって、ね、ちょっとなんか、自分の中でいつもですと、ラジオ聞いてて、一方通行で、どんな感じなのかな、これはどうなのかなって思いながらも、わからないまま終わるところが、こう、ツイキャスでコメントすることによって、これはこういうことですよっていう感じで、いろいろ、解説いただいたのが良かったです。先週はね、弁理士さんの、山田さんがね、出演していただいて、なんかそういう、はい、特許の話とか、そういう話でも、すごい興味深く聞かせていただいたんですけれども、なんかやっぱり生放送楽しいですね。楽しいですね。いや、本当に、コメントに助けられましたし、うん、やっぱり中で、滑り王子、商標登録するのか、みたいな話もね。そうそうだよね。そうそう、商標登録の話なんかでもすごくね、盛り上がって。ただね、商標とかブランディングって価値があるかどうかっていうのは結構大事だということで、なんかちょっと一周され気味だったような、そんな、ちょっと切ない感じでしたけどね。ちょっとね、先週はちょっと、ダンサーズと私でちょっといろいろ話してたんですけど、本人ちょっと参加できてないので、ヤスさんとしっかり話していただければと思いますので、変わりますね。お疲れ様でございます。はい、王子でございますよ。王子滑ってますか？ね、滑ってないよ。今日はね、なんかね、ヤスさんとね、お話ができると思って、はい、もうオープニングのね、フリートークからね、噛んでしまいましてね。ああ、なんか噛んでましたね。噛んでよね。今日ね、だからね、こちらに入る前にね、マーガリンね、唇にじゃないけどね、唇にベタベタに塗っとけばよかったなと思って。おだまり。そうすると滑りがいいでしょ？口が滑ると。口が滑るのはちょっと、危ない。よくね、生放送はこれ王子危ないって言われてますんで、どこが危ないのかわからないんだけどね。いろいろ心配ですけど。まあ、さっきの、あれですね、お風呂ネタとかも結構危なかったと思います。危ない？あれは、これ、よくね、自然現象でございますんで、うん、そこまでね、トイレまで持たないって場合がございますんで。おだまり。本当にね、それはね、男女ともののお話じゃないかなと思っちゃうんだけどね。ふざけるな！うん。まあ、これは、よく言う、小さい子たちのお話かな。大人になってから話しちゃダメ？すいません。そうですね。ヤスさんにその答えを求めるのやめてもらえませんか？王子。そうですか。今、なんか振っちゃいました？そんなわけではないんですけども、はい、本当に真面目な話。真面目な話。よくね、王子をですね、ヤスさんの番組にね、出させていただきましたね。
いや、こちらこそです。本当に楽しかったですよ。王子のおかげもありまして。ありがとうございます。やばいよ。何がやばい？本当に出てもよかったのかなと思ってね。今更。あ、そうだね。だいぶ時間経ってからそういうふうにね、考えちゃうんですけどね。大丈夫だったのかなって。ぜひぜひ、また出てほしいなと思いましたよ、私。どんどん、行ってください。いつでもどこでも行きますんで。行くの？あ、本当です。今、どこでも行きますって言いませんでした。クリスマスの時のようにね、ゴージャスなホテルに呼んでいただきたいな。うん。ぜひぜひ、お待ちしてます、その時は。行きたい。本当に。今、心の底から言いましたね。そうですよ。やっぱりね、女性とね、お話しするとね、結構ね、前から言うようにテンションが上がりましたね。自分の番組以外で、エールを送ったことはございませんのでね、ヤスの番組だけですよ。そうですか。特別対応ってことですね。やるんですか？いや、今日はもう、ね、何回もやったらね、あれは面白くないですよ。やっぱ殿下の方とはね、なかなか抜かないですからね。うん、もうね、ヤスの番組でね、だいぶちょっとこうね、力を込めてやりましたんで。あの後結構ね、王子三欠だったんだから。何言ってるのって言われてます。うん、何言ってるの王子って。何言ってるの、うん、みんなわからないでしょ。王子の会話よくね、みんなわからないって言うからね。あ、山田さんも来ていただきました。ありがとうございます。あ、遅れました、はい、間に合った。遅れてよかったですよ。今の話聞かない方がよかったです。よかったですね。確かに。じゃあ今からまた一からお話しましょうか。やめてやめて。おだまり。本当にね、こう気合を入れてね、お話がね、できましたんで、今日もそうなんですけどね。はい。うん。いろいろこう、なんか聞いていただいても結構ですけどね、王子に関することをね。王子ですか？今日はコンディションで言うと何点ぐらいですか？今日ですか？滑りコンディションで言うと。滑りコンディションはね、多分2、3% ですね。2、3%。うん、それぐらいしか、まあ滑るというよりか、たまたまそういう言葉が出ちゃったみたいな感じですから。うん、2、3% 真面目な感じ。いや、違いますよ。逆ですよ。97% のね、真面目な話。だから、地獄を見るわよ。ヤスさん覚えてるかな？この番組のコンセプト。ね、この番組のコンセプト。はい。キウナゴヤのコンセプト。分かってますよ。何ですか？前も言いましたけど、ね。まだ言うんですか？これは言いますよ。この番組はですね、キウナゴヤですね。ごめんなさい、王子、はい。今日は、うちのコンセプト話じゃなくて、ヤスさんの番組の、ヤスさんの番組。ああ、そうですね。そうですよ。ヤスさんのことをお話しして、王子が一方的に今お話聞いてるので。ああ、そうですね。はい。じゃあ、ヤスさん、せっかくですので、はい、ちょっと番組の宣伝をよろしくお願いします。はい、はい、ありがとうございます。最初に少しだけお伝えしたんですけど、毎週金曜日の夜9時から9時56分の1時間番組で、コンビニ、シャロー氏安役のウィークリーコンビニラジオという番組をやっております。コンビニ業界に関わる方、それからコンビニが大好きな方が聞いてくださると、あ、なるほど、役に立つなと思っていただける情報をお届けする番組です。うん、ぜひ、キウナゴヤさんのようにゲストとして出たいという方、お待ちしております。ぜひですね。はい。はい。FM ギノワン、金曜21時ということで。はい。はい、お聞きいただければと思います。ちょっと、もう面白く分かりやすく、こうね、はい、聞けるというところがいいですよね。はい、なかなかね、こう、シャローさんってなんだろうって思うんですけれども、ちょっとそういうところもね、分かりやすく話してくださってる番組ですね。そうですね。個人の方となかなか接するっていうのは難しい。少ないのかなと思いますけども、会社側のですね、立場となってお仕事されるので、どういう感じでされてるかっていうのがね、分かるのかなと。なので、ちょっとね、普段聞けないようなお話なんかも分かるんではないかなと思いますし。うんうん、ね。生放送の時にはね、ツイキャスでぜひいろいろ聞いていただければと思います。はい。ありがとうございます。嬉しいです。あと一つね、ちょっとお聞きしたいんですけど、はいはい、ヤスさんのコンビニにはですね、生クリームたっぷりのエスプレッソは売ってますか？ああ、私が大好きなコンビニには売ってますよ。あ、そうでございますか。はい。それで、口をいっぱいこうなんか滑らせていただいてですね、絶好調におしゃべりいただければと思っております。だよね。なんかこんな感じなんだけど、よろしいでしょうか。いや、よろしいかどうかは、ちょっと安さに判断していただいて。だから今日は本当にね、はい、安さん言われたようにね、滑りが全然ないでしょ、うん、こうトークしててもね、すごい真面目な話をしてね。お引き取りください。うん、皆さん、こう、教育的番組になってるなって思ってると思います。もう、うんざりということで、はい。
はい。はい。はい、もう、お時間となりました。大半がこの、はい、大半がこの男が喋ってましたので。本当ですね。はい。じゃあ、ぜひ、この、はい、はい、今日の不満は次のゲストで。はい。はい。じゃあ、はい、金曜日21時、はい、ウィークリーコンビニラジオ、ぜひお聞きください。本日のゲストは、はい、社会保険労務士の安さんになりました。どうもありがとうございました。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 キユナ名古屋。はい、メールご紹介したいと思います。はい、お願いします。はい、埼玉のゴーさんからです。ゴーです。ジャパン。はい、学生の頃は父親とよく千葉ロッテマリーンズのキャンプに千葉の鴨川まで行きました。結婚してからはだいぶご無沙汰なので、コロナが落ち着いたら野球を始めた次男と一緒に行こうと思っています。あ、いいですね。キャンプをいろいろね、こう見ると面白いんですよね。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。あ、いいですか。どうぞどうぞ、お願いします。はい、続いてですね、おばあからもらったプライベートジェットさんからです。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。沖縄のプロ野球キャンプへは何回か行ったことがありますが、名護の日本ハムキャンプで現役時代の新庄選手を見たことがありますが、とてもオーラがあったなと今でも思えています。またキャンプへ行ってみたいと思います。ということでございます。はい、そうですね。いろいろ見ると面白いんですよね。カープボーイさんからツイキャスで、あ、そうそう。テーマキャンプ。まだ広島が沖縄に入らないから、今のところキャンプはまだ堪能できてないな。来週まであと1週間だってことで、そうですね。カープボーイさんは、ね、やっぱりカープのファンということで、うん、待ち遠しいですね。うん、はい、はい。あ、どうぞ、もう一つ行けます、はい、じゃあ行きましょう。はいはい、お願いします。アンツバさんからです。はい。お願いします。はい、これは、はい、ありがとうございます。プロ野球キャンプが始まりましたが、離島で農家の自分は、今の時期、サトウキビの収穫時期なので、プロ野球キャンプは一度も見に行けていませんが、ジャイアンツが二次キャンプで沖縄に来てから、一昨年前に初めてオープン戦を見に行きました。去年はコロナ禍で無観客で見に行けませんでしたが、今年は26日に広島カープとのオープン戦を見に行く予定でいます。ちなみに日本ハムファイターズのビッグボス、新庄選手、新庄剛志監督は全く興味ありません。まああれタレントみたいなもんですからね。はい、はい、ということで、はい、エンディングです。はい、はい、どうぞ。来週のテーマ、はい、どうぞ。あ、ごめんなさい、来週のテーマは電気。この番組は、はい、高級木材のご用命は名古屋中川名木、名誉総裁賞受賞の首里饅頭那覇首里中村製菓、自動車整備士を目指す方、奨学金返金不要名古屋トリプルエイト、陸上海上輸送一貫サポート名古屋東海共和、沖縄のベニーモ丸焼き元部長誠持ち店、アートワークウェブサイト FMJG、 ウェブサイト制作システム開発は名古屋電脳職人村、キャンパスレコードで絶賛発売中、福田康之フリージャの花個人スポンサーさんです。真っ赤なメルセデスさん、こちらの提供でお送りいたしました。はい、どうも、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。また聞いてくださいね。